はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。強くなりたいガンダムオンラインやっていきたいと思います。トリントン港湾基地やっていきたいと思いますが、どうでしょうね。 XA 初動ってことなんだけど、どうやって行くんだろう。行ったことないな、 XA って。上と下からしか入れなそうですね。ここの狭いとこからも入れるのかな。ここね、ほとんどわからないんだな。さて行ってみますか。どんな感じかな。機体もね、どれを使っていいのか悩み中。とりあえずエイトスということなんで行ってみましょう。今何をなすか。その選択が未来と同時に少ないな。 X からみんな行くのかな。さて、できますね。ホロ入ってるな。かなりの数だぞ。エフェクトで見えなくなるのなんとかしてほしいな。やっぱり全然見えないよね。南だって水中機体の方が良かったかな。邪魔しないでね。さてどこすか。敵が見えない。上かな。ちょっと不利だな、水中だと。ここまで来たら号を取りますかね。なんか全然前回から不調なんですけど、どうしたらいいですかね。
られただと。ちょっと合わないなこれじゃ。勝ってはいるけどちょっと順位的にどうすか、全然活躍できてないな。あ、これもういいや。さてどうしよう、1へ行くか。あ、グレポイされてるね。じゃあ3からグレポイの方がいいかな。こっちから行ってみるか。制圧を急げ。ああ、うっそ。出るモグラは撃たれるんですよ。いや、落とされたわ。出撃する地点を選択、出撃する地点を選択してください。敵軍戦略兵器が発見されました。急いで破壊してください。ありがとうございます。敵の兵器か、各自対応に当たれ。当たんなかっただと。敵戦略兵器、機能確認。狙われるわ。いやー、ここまでみんな来ないもんね。もうちょっと後ろで戦った方がいいのかな。期待もないし順位も微妙だし、どうしたらいいですかね。こっちで遊ぶか。いいんだよな。やべ、使ったわ。もう隠れられたな。いやー、くそいやー、起きたのにな。グレポー調子だとここの辺まで来ないといけないでしょ。そこまで行けてないんだよね、前線が。もうちょっと上げないとダメだよね。
放題的。なあ、鉄火の方かわからないわ。最近なんか画面がちっちゃく感じるな。さてどうしましょう、どうしましょう。この順位でもうちょっと上行きたいな。作戦は順調だ。引き続き健闘を期待する。どこだ、ちょい前だね。爆撃ですか。あっちゃん。届かなかったわ。敵増援機を確認。爆撃撃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 。いやー、よくないな、よくない。出撃する機体を選択してください。10秒待った方がいいか。今週苦手マップばっかだな。どうしますかね。勝ってくれてるので助かってますけど。動きを探られる前に破壊してくれ。拠点の制圧を急げ。あれ、何にやられた。ほんと見えないな。みんなね、奥でやってるなって感じなんだけど、最近は見えないわ。エフェクトが本当に。いやフォロー入るね。待ってるからな。いやきついな。ちょっと またボツになっちゃうな、これ。どうしようかな。で、またロックかよ。これきついな、このマップでロックされるのは。
こだよ。いやロックされんのはきついな、ほんとちょっと全然ダメっすね今回。どうしよっかな。作戦は順調だ。引き続き検討を期待する。いやー下にいるな。下どこだ。どこだってこんなとこで。ちょっと上行けるかな。これきついぞ。あっちゃ。いやーなんか裏取りされちゃうね。全然きついな。そう一人なんかきつい気がするんですけど、皆さんはそうじゃないのか。このマップ、動きを探られる前に破壊してくれ。作戦時間は残り3分です。自軍本拠点 Z の防衛をお願いします。補給機の破壊に成功しました。いやーきついなー。くそ。いやーどうしますかねー。勝ってんのが不思議なぐらいなんですけど。敵軍戦力ゲージが残り 10% 以下です。戦力ゲージが残り 50% 以下です。動きを探られる前に破壊してくれ。いやーきついなー。残り1分ですか。何もできないっすよ。あっちゃっちゃーん。目を閉じなさい。私の輝きが。いやきつすぎじゃないか。
困ったな。何がどうダメなのかわからない。敵軍戦略兵器が発見されました。急いで破壊してください。敵戦略兵器、軌道確認。マジっすか。敵の兵士か。作戦は順調だ。終わっちゃった。まあ勝てましたけどね。我が軍の勝利です。お疲れ様でした。どうしよう。今週ほんときついな。好きなマップが宇宙ぐらいしかないですね。32とかでしょ。全然上に上がれなくなっちゃったな。さて困ったぞと。 50.14 わー、 KD 差系のは結構あったんですね。自分だけがなんか微妙に。本拠点の突も行けなかったしな。まあ勝ててよかったですね。で今回はこんな感じなんで、ちょっとおまけをねこの後やろうかなと思ってるんですけど、500万ね、貯まったので何かをね購入しようかなと思います。あ、マスケ、これちょっと使っちゃおうかな。取れないというねここでした。残念。もう一回やる。もういいや、マスチケなら。これも取れなかったしな。デッキコスト、まあいいか。でね、悩んでるんですよ、どれを買おうか。でそれをちょっとねやろうかなと思うんですけど、ちょっと長くなっちゃうけどね。何が取れた。あ、ここでマチケ手に入った。まあそれはいいとして、設計図購入でしょ。でね、欲しいのがまずコーゲル、それから FS ね。でもって銃撃枠から陸ゲル、この3つは欲しいといえば欲しいんですね。でコーゲルと FS は今デラックスで削ってってるので、まあいいかなと。でついでに欲しいのがね、ギャンが強化されたギャンが面白いかなっていうのと、あと今まで避けてきたナートね、そろそろ格闘機、純粋な格闘機を持ってもいいかなと思ってまして、ナハト。だから選ぶとしたらギャン、ナハト、ビクゲル、どうしようかなと思ってるんですよ。あとはまあこっちの方はねあんまり興味がないので、まあシャゲルって言ってもなくはないんですけどね。いい機体ですよね、足回りはね。なんだっけ、シャングリアサバで使ってますけどね。まあ今回ナハトにしようかな。ギャンも面白そうなんだけど、ちょっとコストがね340でしょ、高いんだよね。で300クラスのコストの機体があまりないんですよ。でナハトは剣1本でもいけると思うんですけど、あともう1個なんだっけ、ドザクね、フルマスしたいと思いながらちょっとやってないのもあって、まあ地上用にちょっとナハトを買おうかなという思いもありつつ、ただグレスロになっちゃったらどうしよう。まあ今回さ当たりとしてもね、最悪高機動でもグレスロになりそうな気がしてるんですよね。どうしようかな。で46万で作れるかな。まあ買ってみる。買って、特性が分かるところまではやっていきたいと思います。うわ、買っちゃうのかよ、もったいね。買っちまったぜ。あれ、これでも買ったのか。枠1個ありますね。
まあコンカス出ればラッキー、高機動でもまあしょうがないかなという気はしますね。グレスルだったらグレ持つかって感じなんだけど、あ、クナイもグレ扱いなんだ。まあコンカスが当たりだろうけどね。まあ作ってみますよ。マスチ系あるんで強化がねまともにできないですね。買っても、さあ何が出るかな、何が出るかな、誰が来るかな。お、博士頼むよ最近。お、来た、大成功。お、コンカス来ました。あ、マジか、マジコンカス来たわ。いやー、期待を外れてコンカス来ましたね。やったわー。うわ、すっげえ色だなこれ。もはやあれですね、これイフリートっていうよりはなんだっけ、新しい機体。あれ、これとこれってどう違うの。こっちは真っ黒か。じゃあ真っ黒機体でいきますかね。はい、色決定しました。で、特性がこれ4まで行く、あ、行くよね。コンカスレベル4までは行くかな。行きましたね。5まで行くほど溜まってなかったか、溜まってるかと思ってたけど。ということでね、那覇とそのうち動画に出てくると思います。まあとりあえず、ま、あのメカチケ強化なんで大したあれじゃないと思うんですけど、武器もね何使っていいかよく分かんないです。 D 式か D2 か D3 かあたりなのかな。まあ D2 か D 式あたりなんでしょうかね。 D 式でも4500あるんだ。まあちょっといろいろ試してやっていきたいと思います。はい、それではですね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。